チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯はカレーパン。もうカレーの次の日の定番カレーパン、ポーチドカレーパンです。今日はいただきます。ポーチドにするとね、こぼしにくくてね、食べやすいね。って言うてもね、隙間からこぼれてるんだけどね。いただきます。っていうかもうどっかから汁こぼれてる、うん、コーヒー、ブロッコリー、うん、カレーパンはね、結構好きで、今食べんじゃないの。昔からカレーパン好きでよく食べてんけど、子供の頃ね、子供の頃カレー大嫌いやったんやん。でもカレーパン好きやって意味わからんってよ言われたけど、ね、里芋カレーにしたから芋がねっとりしてね、もう美味しい、うん、里芋ね、天ぷらしても美味しいね。今度里芋でフライドポテトしてみようかな。そうだよね、里芋の親芋って言ってね、でっかい顔ぐらい、赤ちゃんの頭ぐらいあるの、ほんまにね、親芋っていうのたまに言ってんだけど、親芋使うとね、大きめのフライドポテト作れると思うんだ。やってみようか。うん、うまいね。寄ってって行ったら、でっかい親芋売ってたよ。初めて行く寄っててね。初めて行くスーパー面白いからね。あー、おいしい。もうちょっとカレーからってもよかったんやけどね。うん、カレーの味はね、永遠のテーマや。なかなかおいしいカレー作るの難しいね。うん、
あんたなんか週明けからガソリン上がるって通知来とったね。ケニアともちょっとね、撮影機だけどなかなか奥曲がれなくって、よかった。何にしようかな。いや、そば作りたいね。今日作ろうかな。眠たくてね。まあ、ゆっくりのんびりやっていきましょう。はい。ラジコもね、やりだすとすごい楽しいんだけどね。車体作るのはすごい面白いし楽しいんだけど、ボディが時間かかんね。プラモデルもそうやねんけど、で、こう上見えるから綺麗にしたんだけど、中とか見えへんでしょ。でも手抜かんと作るんやけど、一番ボディがね見えてくるから、ボディの塗装が大事にね。ラジコンの場合は透明のボディが裏から塗るんだけど、簡単にツヤは出るんやけど、まあ逆にラジコンの場合は車体が命やからね、セッティング取ったりとか、だから車体の方を作っていくのが楽しい、ね、プラモデルの場合はボディを作るのが楽しいね。なんだね、けどまあ車体作ったらごちそうさんになるからね。ボディなんかかっちゅって塗装済みのボディ買うの嫌やね。自分の色塗りたいね。どこにもない車作りたいからね。まあ、そんなんもあってね、まあなんやかんやながらボディ作っていきますわ。どんな色でしょうかまだ決まってないけど、一応ね、前のグラスホッパーと同じ色にしようかなと思ったりもしてんだけどね。そうか、ちょっとあっちゃんのオリジナルを塗って、で、グラスホッパーの、前のグラスホッパーのボディも取り寄せて、まあ、あっちゃんのオリジナル、統一した色にしていこうかなと。まあ、こんな感じでね、まあっちゃんのフィアットの色にしようかなと思ってんだけどね。はい、まあ、そんなどうでもいいんだけども、まあ、今日はラジコン作るか、模型作るか、動画作らなきゃね。はい、動画作ります。では。またね、バイバイ。今日のあっちゃんのお昼ご飯、カレーパン良かったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、眠くってテンション上がらへんあっちゃんでした。めっちゃ眠たいね今日。